ヨーテボリ大学は、スウェーデン第二の都市ヨーテボリにある大学である。現在スウェーデン国内にある大学の中では3番目に、古い。学生数は24,900人おり、北欧諸国で最も大きな大学の一つである。八学部57学科を持つヨーテボリ大学は、スウェーデンで最も多彩なカリキュラムを持つ大学の一つである。八学部で扱う学問領域には、 芸術、社会科学、自然科学、人文学、教育学、情報工学、ビジネス、経済学、法律学、医学がある。ヨーテボリ大学の各学科における入試倍率はスウェーデンでは一番高く、国内で最も人気のある大学の一つとなっている。ヨーテボリ大学は多くのランキングで要順位をつけており、世界の 全大学中150から200位に入ることが多い。図書館ヨーティボリ大学はヨーティボリ学校として1891年に創立された。1907年、ウプサラ大学やルンド大学と同じ地位をスウェーデン政府から与えられた。こうしてスウェーデンで3番目に生まれた大学となったわけである。時の流れに沿ってヨーティボリ学校は 市内にある多くの高等教育機関と合併し、規模を継続して拡大していった。1954年に、スウェーデン政府から完全な大学としての権限を与えられたが、これは、ヨーテボリ医学校との統合を受けてのことである。1971年、もともと別の学校であったヨーテボリー経済、商法大学が、ヨーテボリー大学の一部になった。サルグレンスカ大学病院は、 テ手堀大学と提携する教育病院である。1990年代に経済学部と音楽、演劇、オペラ学部が市内中心部に移転した。2006年教育学部のための新しいキャンパスがテ手堀中心部に開かれた。テ手堀大学は都市型大学であり、施設のほとんどはテ手堀市の中心部にある。本部棟とほとんどの施設は ヨーテボリ市の中心部に位置している。ウプサラ大学、ルンド大学、ストックホルム大学と合わせて、ヨーテボリ大学はスウェーデンに4つある、国際的な大規模研究大学の一つに数えられる。大学本部棟にある正門と行動。ヨーテボリ大学はスウェーデンにある、最も大きな大学の一つである。8つの学部と40以上の学科を持つ、総合大学である。 公立大学であり、学部運営会議の連合体でもある。各学部には大きな権限が異常され、かなり自律的に運営されており、それぞれ学内で際立った個性を発揮している。大学運営会議が、ヨーテボリ大学における最高意思決定機関である。15人のメンバーから構成されており、大学のあらゆる事柄について監督し、 大学の義務が果たされることについて責任を負う。メンバーのうち7人はスウェーデン政府が学会社から指名するが、その際は大学レベルでの教育、研究に関連する活動の経験がある人物が選ばれる。加えて副学長1名、教員3名、学生3名、組合の代表者数名がメンバーに含まれるのが通例である。 日々の運営業務は副学長が主に取り行っている。副学長が大学運営会議での決定を実行する役目を負っているのである。副学長は中央事務局から補助されている。モダニズム建築。サルグレンスカアカデミーとビジネス、経済、法学部の自習室。ヨーテボリ大学には幅広い学科がある。例えば地球科学科とスウェーデン研究学科。 テ手リ大学は8つの学部から構成されている。学部や専門の垣根を越えてコラボレーションしていくことが大学の研究・教育戦略として重視されている。どの学部もこの可能性を活かし学内での学際的研究・教育に積極的に参加している。また注目すべき点はテ手リ大学はジャルマース工科大学と 緊密な共同関係にあるということで、これによってもヨ手堀大学の学術環境の幅は広げられている。人文学部、ありがとうございます。